趣味ありすぎてて困ってる素晴らしいことだね。祭りの趣味はゲームとポケカー集めと配信。その分金なくなるけどね。金はね使わなかったらただの紙切れだから経験に変えた方がいいんだよ。だからいろんなものを見てさいろんな人と関わって。 いろんな経験を積んでいこう。どうせ死ぬし。だってさ死、死んでからじゃお金使えないからさ、死後の世界にお金持っていけないし。だから、あの死ぬまでにお金は使っといた方がいいし、なんかあ、今はお金がないからできなかったことってさ、高校生とか学生の頃ってみんな絶対あると思うよ。 あれをやってみたい。例えばさ、ま、あ何でもいいよ。バンジージャンプとかさ、旅行したいけどお金がないって。でも、大人になったらお金はあるけど時間がないみたいになったりもするわけよ。で、だんだん歳をとってって、お金も時間もあるけど体力がないになっちゃったりするから、有給は使え <laughs> 有給は使うのだ使いなさい で、えって言われても、権利だからね。そう。働く者の権利有給だから。使うのです。だし、死ぬ時に貯金0円で死のう。<laughs> それ目標でみんな生きてってくれ。遺産0。そう。1円も残すな。<laughs> 家族に1円も残すんじゃないぞ。 くらいの気持ちでいい。ただ、まあ、ただ、こと、子供ができました。子供が大切です。で、たす、ね、あのー、子供に残してあげたいっていうのは、まあ、それはそれで幸せだと思うし、お金を使ってると同じだと思うんだよね。葬式するお金くらいは残しとかなきゃ。まあ、確かにね、祭りポップコーン入れてほしいっていう夢があるからな。お葬式は、あのー、めっちゃ明るい、 ポップな曲流しながら、ポップコーンをいっぱい入れてもらって仮装する。そしたら、仮装の箱の中でパー、パー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  <laughs> あと、お花全部ひまわりがいいな。ひまわりとか、あと、ゆりとバラ明るい感じにしてほしい。ちなみになんでいや、楽しそうじゃん。な、あんま泣いてほしくないからね。 ポップコーン入れて、笑ってほしいな。でもこれはね、あの、わっちゃんにもお願いしてある。祭りが先に死んだらポップコーンの種、ポップコーンの種入れてねって言って、親に止められても、祭りちゃんの願いなんですって言って入れてもらう約束したからね <laughs>。あと、葬式終わったら花火あげてほしい。 終わった後に多くなくていい打ち上げ花火ダーンダーン,ダーン3つくらいでいいからあげてほしいなあとはみんな寿司とか焼肉とか食べてもろてまついちゃんの遺骨は塗装するの遺骨フィギュアみたいにガンプラとかみたいに組み立ててもらって <laughs> メタリックな感じにしよう 金色とかで <laughs>。ピュコって。さすがに罰当たり。大丈夫。祭りが強化したら罰当たらないよ。祭りのなんか残った部分とかで、あの、キャッチボールしてもらってもいいわ。楽しければいい。まあ、ただ、あの、その後にちゃんと足で踏み潰したりとかしなければいいわ。<laughs> そんな感じ。 あ、でもめっちゃオシャレさせてほしいな。めっちゃ可愛い服を着せてから、葬式の曲何がいいのホロライブの曲か、ハニーワークスの曲か、洋楽とか流してほしいね。たんたんんん、んんん、たらたえ、ベイビーとか言って。 あゆえおにぎり一択。今日のおにぎりの中身はつって。木魚じゃなくてドラムでよろしく。今日のひつぎの中身はてて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 。まつりちゃーん <laughs> やだー。